おはようございます、こんにちは、こんばんは、次郎です。今回は自民党総裁選動向です。9月10日河野太郎議員が総裁選出馬表明をし、岸田、高市、河野3氏の総裁選出馬記者会見が揃いました。石破議員の動向はまだ不透明。野田聖子議員は推薦人を集めることができるのか不明。でも有力3氏が記者会見を開いたので現状分析をしました。調査した配信元はテレトウビズ、エポックタイムズ、河野太郎チャンネルです。3氏の出馬記者会見が全て動画配信されていたのはテレトウビズだけでした。記者会見時期が異なりますので、グッド・バッド評価を視聴回数で除してグッド率とバッド率を出してみました。まずはテレトウビズの記者会見動画。8月26日最初に出馬記者会見を開かれた岸田さん、視聴回数86,923回、グッド733件、バッド463件、グッド率 0.84%、 バッド率 0.53%。 9月8日に出馬記者会見を開かれた高市さん、視聴回数442,932回、グッド 1.9万件、バッド889件、グッド率 4.3%、 バッド率 0.2%。 9月10日に出馬記者会見を開かれた河野さん、視聴回数44,911回、グッド523件、バッド2,901件、グッド率 1.2%、 バッド率 6.5%。 続いてエポックタイムズジャパンの記者会見動画。9月8日に出馬記者会見を開かれた高市さん、視聴回数78,481回、グッド9,375件、バッド72件、グッド率 12%、 バッド率 0.092%。 9月10日に出馬記者会見を開かれた河野さん、視聴回数17,281回、グッド403件、バッド2,108件、グッド率 2.3%、 バッド率 12%。 続いて河野太郎チャンネルの記者会見動画。視聴回数79,510回、グッド3,221件、バッド1,526件、グッド率 4.1%、 バッド率 1.9%。 以上の媒体の視聴回数、グッド率、バッド率はご覧のようになります。岸田さんは早くに出馬記者会見が開かれたのですが、世間の注目が集まっておらず、視聴回数は少ないようです。河野さんの出馬記者会見は他にも多くの媒体で流れていたので、総視聴回数は高市さんに迫っているかと思いますが、そこまでは調査できていません。各候補の特徴を見ると、岸田さんは会見そのものがぼんやりしていたので視聴者の関心も低く、グッド率、バッド率ともに 1% 以下です。高市さんはグッド率が高く 5.44%、 バッド率は低く 0.18% となっており、ネット視聴者の評価が高いことがわかります。一方、河野さんは記者会見でまともな政策も発表しておらず、記者の質問も緩い質問で、都合の悪いことは交わしておしまいの会見だったため、グッドが 2.9% あるに対してバッドが 4.6% と評価が低いようです。記者会見とは別に、ヤフーが実施した次期自民党総裁選候補の投票では、高市さんが約半数の得票を得ており、河野さんダブルスコアでダントツ1位です。今後の自民党総裁選では、これらのネットユーザーの支持をどれだけ自民党の若手議員が重視するか、地上波や新聞の影響を強く受ける高齢の自民党員にどこまで届けることができるのか、高市さん優勢だとは思いますが、まだまだ分かりません。高齢の自民党員の方に各候補の実力を知っていただく機会として、地上波で自民総裁選の政策討論会でもやれば、高市さんの支持がぐっと増すかと思いますが、それを企画する放送局が現れるか見ものです。本来なら NHK が企画するべき番組だと思いますが、高市議員を恐れて逃げてしまいかねないと懸念しています。
この討論会の企画から逃げる NHK なら、NHK の存在価値はないとの評価が、より一層強まるのではないかと思います。最後まで、ご視聴ありがとうございました。また、次の動画でお会いしましょう。雑多な動画を配信していますが、もしよければ、チャンネル登録してやってください。